常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナ情勢最新アップデートなんですけど、まあ今日の三本にもひどかったですね。開戦まもなく1年ということでね、ガセじゃなくて風を読むでね、もうすっかりこのロシア側のプロパガンダであるね、代理戦争代理戦争代理戦争とか言ってんですけど、いやいや、これロシアの侵略戦争でしょ。明らかにロシアが侵略してきた侵略戦争でしょ。それをウクライナ側は自衛権を行使して今撃退してるわけですよ。代理戦争でもなんないですよ。その自衛権を行使して撃退する国を応援するのは国際社会として当たり前のことです。国際秩序大事でしょ。それを代理戦争とか言ってさ、どっちもどっちみたいな、たくほんとね、三文にって親ロ派なんですね。でもね、そんなねロシアを応援する人たちにですね、バッドニュースが出ました。 G7 がですね、まだ結束して制裁をやるみたいです。時事通信なんですけどね、こんな記事です。ロシア支援に深刻な代償、プーチン氏の責任追及、 G7 代償ということでね、すごいニュース出てきました。ミュンヘンですね、今 G7 のですね外相会合をやってるんですよね。林外相はですね18日、なんと林さんですよ、あの林芳正こと林さんね、ウクライナに侵攻したロシアを支援する第三者に支援をやめなければ深刻な代償に直面すると警告する議長声明を発表したと。今度サミットありますからね、それの前準備みたいなのでミュンヘンに集まってるって感じだと思うんですけど、林さん議長でですね、支援をやめなければ深刻な代償に直面すると、もう三文にもぜひね深刻な代償を与えてもらいたいなと思うんですけどね。 G7 により追加制裁を示唆したと。これ前から言ってましたよね、開戦1年に当たるね2月の24日に向けてですね、追加の制裁が出るだろうということは言われていて、チャイナもねロシアを陰で応援したっていうのはバレたんで、チャイナもやられんじゃねえのみたいな話をねずっとやってたんですけど、その流れです。声明によるとですね、ロシアによる民間人や重要インフラへの継続的な攻撃を非難し、戦争犯罪の責任を逃れることはあってはならないと強調、国際法に従ってプーチン大統領を含めロシアの政治指導者らの責任を追及する方針を明確にしたということです。実はですね、これに関連してですね、アメリカのね副大統領のですねカマラ・ハリスさんね、結構厳しいことをですね言いました。2月18日、ロシアがウクライナで人道に対する罪を犯したとアメリカ側が判断したと、これ発表されております。詳しくはですね ISW がレポートしてる、ちょっとこれもねレポート読みますと、アメリカのカマラ・ハリス副大統領は2月18日、ロシアがウクライナにおいて人道に対する犯したとアメリカが判断したと発表した。ハリス氏はミュンヘン安全保障会議の中で、ロシア軍が殺人、拷問、レイプ、国外追放を行うことによって民間人に対して広範囲で体系だった攻撃を行ったと述べていると。ハリス氏はロシア軍が子供を含む数十万人をウクライナからロシアに強制拉致したと、強制的に連れ去ったことを指摘した。ハリス氏は証拠調べの結果、ロシアが人道に対する罪を犯したことは疑いようがない事実だというふうに指摘したそうです。さらにブリンケン国務長官ね、アメリカは最も悪質な犯罪に対して人道に対する罪の判断をしているというふうに言ったそうです。そんな感じですね、これかなり厳しくですね、まあこれ G7 でも確認しましたしね、アメリカも単独でですねこれだけ厳しいこと言ってると。さらにですね、ロシアをね陰で支援していたチャイナに対してもですね、ついに動きが出ました。ニューズウィークですねこれね。今日のニュースですね、アメリカ国務長官、中国外交トップ王毅さんですね、ゴルフ大好き王毅さんと会談と、ロシア支援をめぐり警告ということでですね、例の気球の件でね話し合いが持たれたらしいです。ミュンヘン安全保障会議でね、ドイツを訪れているブリンケン国務長官が共産党のね外交トップのゴルフ大好き王毅さんと会談してですね、中国がロシアのウクライナ侵攻で物資支援を提供しないように警告したということです。気球の問題についてはですね、二度とあってはならないというふうに王毅に言ったらしいんですけれども、ゴルフ大好きな王毅さんはねヒステリックだと批判したらしいです。さらにですね、具体的な内容は公表しなかったんですが、基本的にですねロシアを支援しないようにということで釘を刺したということですね。これに関連してですね、民主主義防衛財団の中国専門家シングルトンさんという方がですねコメントを出してまして、今回ねこの米中外相会談にね、外相じゃないんですけどね、王毅さん共産党の外交担当なんですけどね、こんなふうに言ってます。下降軌道をたどる米中関係を変えることはないだろう、双方の間にほとんど信頼関係がないことは明らかだということだそうです。チャイナアメリカとかね、米中一体化とかね、いろいろ言ってた人いましたけど、なんかだいぶ違うみたいですね。どうするんでしょうね、間違えたらちゃんと修正した方がいいと思うんですけどね。アメリカとですねチャイナの間をね米中新冷戦、これよりですねちょっとエスカレーションって言ったらあれですけどね、混迷の度合いをね深めていると。要は前ねブリンケン国務長官がチャイナ訪問してね、少し融和ムードと緊張緩和ムードって話だったのが気球でぶち壊れて、さらにですねロシア支援っていうのがねウォールストリートジャーナルすっぱ抜いてですね、これはもうとんでもない話だと、制裁するぞっていう感じでね、アメリカがいい、そして G7 まで足並み揃えてると、そういう状況でね仲良くなれるわけはないですよね。チャイナとしては過剰反応だとか言ってねなんかやってみたりするんですけど、いや過剰反応も何もさ、そんなスパイ気球飛ばしてる方が悪いでしょみたいなね。今日のね三問でもね、このスパイ気球の件でねアメリカも偵察機を飛ばしてますみたいな感じで、ど
っちもどっち論なんですよ。またこれもうほんとふざけてんなと思うんですけどね。軍備拡張してね、武力による現状変更を是としてる国はどっちなんだって話です。これが正義ですからね。いいですか？平和ってそういうことですよ。戦争っていうのは武力による現状変更ですから。チャイナは台湾を併合するために武力を使うことも辞さないって言ってるわけですよ、自分で。アウトですよ。こういうこと言っちゃいけないよ、そもそもね。武力による威嚇もいけないし、武力行使によってさ、現状変更するっていう行為は、これはもう国際秩序に対する明確なんですね。反逆なんですよ。歯向かってることになるんです、国際秩序に。それはやっぱりね、じゃあそれはダメだよって言われて、同盟側から抑止され、最終的には阻止されると、もしやったらね、そういうことです。日本が同盟側にいると、なかなか手出しできないんで、日本自ら、このね、同盟を割って出るような陰謀論を一生懸命今、吹聴してるんですよ。釣られないでくださいね。気をつけてくださいね。同盟にいる限りは、うちは安全ですからね。ウクライナ同盟の方に、中途半端に入ろうとして入れないところをやられちゃったわけですから、うちはもうすでにいるわけですから、70年ぐらいいるわけですから、こっち側にね。このままキープでいいと思います。こういうですね、圧力が効いたのかどうかですね、ワグネルがね、だいぶね、損害出してるということなんですね。先にね、あっちから言った方がいいかな。ワグネルがね、全然ね、弾がないんですよ。ワグネルに弾がないっていうね、この情報結構入ってまして、ネットなんかにも出てますよね。私はツイッターで、テレグラムの動画かなんかがね、転載されてるの見たんですけど、ゲラシモフ、ショイグに対してですね、弾がねえんだよと。弾がねえから俺たちはもうひでえ目に遭ってるみたいな、そういう動画を結構上げてるんですけれども、プリゴジンもですね、すげえ悪あがきをしてまして、これ ISW のね、おとといのレポートにね、あるんですけれども、ワグネルのプリゴジンは、従来のロシア軍事体制に対する情報空間による反撃を展開しているように見えると。2月16日に投稿されたワグネルグループの部隊が大砲の供給が受けられないというビデオをねアップしたんです。2月16日にね。それに続いてですね、ワグネルの戦闘員が翌日ね、17日ね、亡くなったワグネルの戦闘員の遺体がたくさんある部屋をね映した別のビデオを公開したと。このビデオの中に出ている戦闘員はですね、ロシア国防省が武器弾薬その他必要とする物資を提供しないためにワグネルは1日数百人の人員を失っているというふうにですね、お涙頂戴キャンペーンをやりましたということです。さらにですね、ワグネル系のですね、このテレグラムチャンネルもですね、ロシア国防省をですね、明確に名指ししてですね、ワグネルが現在ウクライナで前進している唯一の編成であり、ワグネルはそういうわけで緊急の支援を必要としているということをですね、テレグラム上でですね、主張してですね、ロシア国防省に対する非難をね、エスカレートしているということなんですよね。さらにですね、プリゴジンはですね、囚人募集キャンペーンね、これを国防省に禁じられたことによってですね、影響力が低下してるんじゃないかと言われております。だからこそですね、ロシア国防省に対する批判キャンペーンをね、結構やってると。今、公の場で批判するようなとこにね、騙されちゃったんですけど、だから本人が言えないんで、兵隊使ってね、そんな変なビデオを拡散しているということでございます。盟友のですね、カディロフにね、俺と一緒に批判キャンペーンやろうよ、つって声かけたんですけど、カディロフには断られたみたいですね。そんな感じです。ISW 曰くですね、プリゴジンは従来のロシアの体制に対する明確な批判を向けることによって、通常ロシア軍では不可能な戦術的利益を確保できるエリート部隊として、そのワグネルをね、宣伝しようとしてるということです。プリゴジンはおそらく、再浮上をかけてですね、こういったね、キャンペーンをね、今後も展開するのではないかと。そんなですね、ワグネルがね、めっちゃ犠牲を出しているという記事がですね、BBC に出てます。これもちょっと最後に皆さん共有したいんですけど、ロシアワグネル戦闘員、3万人以上が死亡か負傷、アメリカ政府推計ということで、NSC のですね、カービー報道官ですね、17日の記者会見で、最近だけでもですよ、最近だけでもワグネルの戦闘員9000人が戦闘中に死亡するなど、甚大な被害が出ていると述べましたと。ワグネルはロシアの刑務所で受刑者を積極的に募集している。カービー氏は戦死しているワグネルの多くは、訓練を受けていない受刑者だと話しましたと。この被害をよそにワグネルはバフムトに少しずつ前進を加えているんですけれども、全然進捗はしてないですね。今日はプロからのね情報があったんですけれども、バフムトはですね、バフムト本州と南から来たロシア軍はですね、爆撃されてウクライナ軍にね押し戻されてしまったそうです。北はじりじり出てるんですけれども、大きな犠牲を出しているということでございます。この件についてですね、 ISW も似たようなこと書いてまして、非常に大きな犠牲を出しながらね、少しの成果しか上げていないということで、武器はない。さらにロシアのね、国内の権力争いでプリゴジンが干されそうだというところで、奴ら必死ですね。逆に言うとプリゴジンとしては、今回のね、2月からのこのロシア軍の大攻勢ね、いわゆるロシアの正規軍を主体としたこの大攻勢が、失敗してくれた方が、ほら見ろ、俺の言った通りで俺に任せないからだって言えるので、ラッキーぐらい持ってんじゃねえかなと。そういうところね、いろいろこうロシア国内でぐちゃぐちゃやっているということでございます。いずれにしてもですね、ロシアを応援する奴にはこれからね、G7 の制裁いきますので、参謀に含めてね、チャイナもね、がっつり制裁、ぶちかましていただければなというふうに思います。ウクライナに栄光あれということで、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!